はいどうも、寺倉谷、寺こそでございます。今回はですね、日本史、えー、第13代天皇、政務天皇についてやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、時は131年から190年のですね、えー、時代です。えー、この人も107歳まで生きましたよと。この人はですね、日本で初めてですね、行政規格を定めた、えー、天皇でございまして、竹志内のつくねを大臣にしてですね、 国郡というものと、あがた、村というものを作ってですね、そこにですね、国の宮都、そして稲城などを置いてですね、行政をですね、作ったという人でございます。この時代にですね、えー、木氏、古世氏、舳繰氏、葛城氏、蘇我氏などのですね、中央有力の豪族をですね、えー、形成していきましたよと。 いわゆる土地とですね。金を持っているですね。えー、まあ、豪族というものがですね。ここでできましたよと。